ドンさんが今お持ちの証明書が仮放免証明書ですよね。はい。それでお仕事を探していいのかどうか入国管理局に確認したんですよ。はい、はい、ダメなんですって。もうチャンネルからお金をもう出すので、うん、スリランカに帰りませんか。このまま行くより一回帰って全部クリアしてからまた戻った方がいいと思うんですけど、もうちょっと考えさせて、ちょっとぐらい今。13時になりました。でドンさんが現れません。過去、まあ、撮影以外でも何度かドンさんとはこうしてお待ち合わせをしたんですけど、時間にドンさんが現れないのは初めてです。ちょっと嫌な予感がしてます。僕は今日、12時にここでドンさんと待ち合わせだったんですけど、その前に午前中にドンさんはここに来て、仮放免釈放書の期限を更新する手続きをしてるはずなんです。でそれ終わりで僕をその担当の方に紹介してくださって、で3人でちょっと今後について話そうということで僕今日来たんですけど、ひょっとしたらその前のやり取りの中でドンさんにトラブルがあったのかなと、強制送還じゃないですけどなんかそういったことが進んでしまったのかなとか、いろいろちょっと嫌な想像をしてしまうので、あと30分ぐらい待って、連絡が何もなかったら一度入国管理局の方に入って、今日午前中にマトンさんが手続きをしに来たのか、でそれがどうなったのかなど、まあおそらく個人情報などで全部教えてもらえないと思うんですけど、可能な限りちょっと聞いてみようと思ってます。はい、なのでもうちょっとだけドンさんを待ちます。1時半になりました。なので、入国管理局の方に入って、今日ドンさんの手続きが無事に済んだのかどうかを、まあちょっと個人情報なので教えてもらえるかどうかが微妙なんですけど、確認してみようと思います。では入国管理局に入ります。あ、違います。僕の友人というか、まあ、ちょっと支援してる方が今日仮放免の延長で来てるんですけど、はい、それを待ち合わせしてたんですけど来ないので、なんかその手続きの中で何かあったのかなと思って来たんですけど、どこの国のスリランカ、ドンさんって方なんですけど、ちょっと待ってください。綴りを見せた方がいいですか。これでドンさんって読むんですか。手続き終わってるなら、はい、もうとっくに帰ってるはずですけど。延長の手続きもここのセクションですか。ここでお話が終わったら、はい、普通なら6階に行って、はい、延長の手続きをして、あ、ほんで終わりになるんですけど、今日来てるかどうか分かりますか。ちょっとそれも含めてちょっとお答えできないんですが、一般的な話としてここで手続きがあったら上の6階に行ってもう一個手続きをして、それで、ね、それで普通が終わりになります。なるほど、ありがとうございます。すいません、答えてはくれなかったですけど、おそらくまあ案に
手続きを終えて上に行きましたよってことを今教えてくださったのかなと思いますので、6階の方に行ってみます。証明書の期限、証明書の期限、出頭日ですか？あ、そうです、はい、で、それの多分延長かなんか今日それで来てると思うんですけど、はい、それ終わりで下でずっと待ち合わせなんですけど、そこに現れないので、どなたが来てるってこともちょっとそこに言えないんです、言えないです、そうなんです、言えないので、ちょっと電話とかと連絡取れないんですか？あ、そうなんですよ、携帯も今ちょっといつまでなくて、基本的にはみんな、まあ、10時ぐらいに来てくださいって言ってるんですよ、ね、ほとんどの人は手続き終わってもう帰ってる時間かなと思います、うん、で、その手続きの中で、はい、急に今日強制退去とかそういうことはないですよね。ちょっとそれは分からないですね。あり得ることもあるんですか？リフォームの延長の申請なので、うん、の申請なんですね、うん、なんか必ず許可できるってわけではあ、じゃあその申請が降りずに、はい、今日の今日に拘束されてるとかってことは、ちょっとそれも 100% ないとも言えないし、ちょっと分からないですね、うん、なんでとりあえず、まあ、下でちょっとまた見ていただくか、うん、これの困っていただくか、うん、しかないかなと思いますね。すいません、ありがとうございます。お疲れです。どうぞ。びっくりしましたよ。昨日、ええ。昨日は申し訳ないんですけど、うん、ちょっといろいろ調べがあって、うん、時間にちょっとその入管に中入ってたから、あの時間にはまだ入管の中にいたって。いた。あ、いたんですよ。いた。これ10時からいたんです。なんか昨日はちょっとやばかったっていうか、多めに調べがあったんですよ。いろいろ自分の状況はなんで帰れないとか、担当がちょっと変わったかもしれないけど、帰させる準備がなんでできない。あとドンさんはなぜ帰ることができないんだっていうことを言われたってことですか？で、仮釈放証明書の期限が昨日までだったんです。また1週間延びちゃった。あ、1週間、1ヶ月ね。あ、1週間。1週間。ちゃんと。でもあれって大体1ヶ月でもらってませんでした？いや、普通は1ヶ月だけど、はあ、今度はちょっと1週間です。大体その仮釈放も毎回1ヶ月で返還をしてもらったら、次はまた来月って感じだったけど、今回は1週間しか出なかった。今回で1週間。あゆぐさんが行った時は、俺は10時に着いたんですよ。はあ、で、いつもは10時に行って、まあ、何時に終わるんですか？11時ぐらいに終わる。で、12時に僕と待ち合わせして、担当の方とお話しする予定だったんですよね、3人で。そうで、昨日大体10時に行って、はい、終わったの何時ぐらい？4時。あ、4時とかだったんですか？それでもね、僕3時ぐらいまではいたんですよ。あ、幼稚だ。あのバス停に。そんなに申し訳ない。いやいや、全然本当に、本当に全然大丈夫なんですけど、まあ、本当に思ったんだけど、一回中に入ったら延長しないと外に行けないんですよ。ああ、そうかそうか。そう、昨日で期限が切れてるからね。からちょっと知り合いが来てるからって外に出れないわけですね。出れない。なるほど。すいません、申し訳ないです。全然昨日は全然やり方違って詳しいところが聞いたんですよ。なんで帰らないんだっていう。帰らないんだったらなぜ、帰らない理由なんだとか、そう帰れないのかとか、そのこと、まあ、今までは俺がちょっとお金がないからちょっと帰れって言ったんだけど、でも今度はじゃあ入国管理局はお金が出すから帰れって言われたって言われたんですか、うん、で俺もちょっと怖くなっちゃって、入管もいろいろ厳しくなってるみたいです。
それってちょっと入管側も本腰入れて、ええ、なんかドンさんいつまで日本にいるのみたいになってきたってことなんですか。そうです、あの仮放免証明書でもう1年ぐらいでいるんですけど、ちゃんと理由が出せばあの日本にいる許可が出るんですよ。この1週間の中でちょっとまた入管に行って多めに理由が言わなくちゃならない、言わないっていうか出さなくちゃならない。チャンネルからお金をもう出すので、うん、スリランカに帰りませんか。もうちょっと考えさせて。前回、はいはい、あのまあ、僕ドンさんに帰りましょうって提案したじゃないですか、はいはい、その後考えました。いろいろ考えたんですけど、まあ、奥さんにもちょっといろいろ相談したんですけど、難しいと思うんですけど、でも日本に行ってちゃんと自分の生活をやりたいんですよね。正直に。で、奥さんは何とおっしゃってたんですか。そう、奥さんも、ま、来ないでって言わないけど、ちょっとこっちで頑張って、ちゃんと働いて、それまあなんでかというと向こうに行ってもやることもないし、何も。あ、スリランカに仕事がないからみたいなことですか。それもあるか、まあいろいろ問題があるんですけど、なんか経済破綻とかしてるんですよね、スリランカって。そう、ですっごい悪いんですよ今。うん、なんかあ、じゃあ奥さん的には、うん、正直こっちで頑張ってほしいと思います。そうですね。え、ドンさんってちなみにスリランカに借金とかあるんですか。いや、借金はないし、借金はないけど、正直の話だと俺 の, あの結婚式にあのサインした人が政府の結構上の人ですよ、うん、まあその人が俺がスリランカに行くのはちょっと反対するんですよ。その人からいろいろ助けてもらったんですよ、うん、その人は、うん、ドンさんが日本に入る時にいろいろ力を貸してくれたってことです、まあ、そういうんですよね。で、その人の、面を汚しちゃうというか、そういう感じです、ね、その人の顔に泥を塗るようなことになっちゃうってことですか。ドンさんが帰れない理由って。結婚式にもいっぱい助けてもらって、なんでか俺は別に一般の人だけど、その人は結構上の人だから。あ、今も政府のそういう人にいるんですか。最初に言ったんじゃないんですか、足利学校とか。だからアルバイトしながらその学校のお金も払ったんだけど、その足りない金とかその人貸したり。あ、その人が貸してくれたりしたんですか。どれぐらい借りたんですか、日本円でいうと。いやー、まあ100万ぐらいかな。100万、まあ、まあ全部でね。借金じゃないけど、別に借金はじゃないけど、寄付。分かります、分かります。寄付っていうか、まあそうっすよね。そういう、うん、だからあそこまでやっちゃってしたのに何もなくて0円でまた、うん、スリランカに戻すというのはその人ちょっと許せないみたいなんですよ。そこはこっちから連絡したんですか。いや、あの妹からも連絡。そんな。あ、それを妹さんから聞いたんですか。そう、うん、その人は親戚。いや、親戚はじゃないけどお母さんの知り合いなんです。うん、じゃあその政府のお知り合いとかの、そういうのも、そういうのも関係あるから、まあ、奥さんのもの意向もやっぱ日本でやってほしいっていうのと、そうですね、ってことは、ええ一応ドンさんは、はい、うん、日本での就労をちょっと、まあ、そうですね、帰ってもその後はもう何もないから、だから頑張るしかないかなと思うんです。カナリアみたいにカラフルに。わかりました。もうドンさんが日本でっていう決断される以上、僕の方ももうそれに向けてちょっとあの協力させていただきますので、できる限りの、できる限りのです、協力させていただきますので。でやって、でもやっぱそれでもダメだった時は、番組の方に行政書士さん、行政書士をしてらっしゃる方からもご連絡が来ていて、はいはいはい、ドンさんのことを
もしよければ相談乗りますみたいな言ってくれてるんですよ。ちょっとその方にもよければぜひちょっと一回会いに行きましょう。で、そんなの全部整えた上で、で募集に前回見ましたけど10件ぐらい集まってるので、ほら入管の方にもそうですし、行政書士の方とかその会社の方でいろんな方の協力がないと、多分ドンさんのそう一人では力は足りないんです。そう難しいと思うので、いろんな人にちょっと力借りながらやるしかないんです。そうですね、本当に付き合ってから3ヶ月か3ヶ月ぐらいだけど、まあいろいろ、まあ俺も精神的にもうすごい安定したんですよ。なんかいろいろ助けてくれる人もいるし、俺のために助けてくれる人もいるから、みんなの力が借りてちょっと成功するかなって思うんですけど、なんか先がちょっと見えてきたんですよ、高谷さんのことですけど。もちろんそうですけど、今まではそういう経験も何もないんだけど、ただぐるぐる回っちゃってちょっとご飯代もらったりとかして、行政書士さんもいるって、その話もすごい嬉しいんですけど、なんかだから本当に、まあ、僕だけじゃなくていろんな人がドンさんに協力するって言ってくれてるので、本当に一人ではないですから。そう、それはすごい助かりますっていうか、まあ、それ考えればその精神的にすごい安定するんですよ。一人でいるんじゃなくてっていうのが自分で今だんだん感じていて、すごいすごい嬉しい。今生活はちょっと大変だけど、それでも周りだ、俺のために自分のためにが周りがいるっていうのが初めて感じてたんですけど、皆さんにありがとうございます。まあ、最後まで戦うっていうか、最後までやって、それもダメだったら、もう帰るしかないんですけど。